Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono sempre Dark Griever e oggi voglio continuare con la modalità storia di Dragon Ball Xenoverse. Eravamo arrivati a Saga del Ritorno dei Saiyan. Due Saiyan sarebbero giunti sulla Terra, da lì a un anno, in cerca delle sfere del drago. Gohan si è addestrato sotto la guida di Piccolo, mentre Goku si allena nell'aldilà. Quando Vegeta e Nappa arrivano sul pianeta, i guerrieri li stanno aspettando. I due però sono troppo forti. Yamcha, Jiaozi e persino Piccolo muoiono. Appena prima che anche Krillin e Gohan cadano, Goku fa finalmente la sua comparsa. Grazie al Kaioken e alla sfera Genkidama, un colpo insegnatogli da Kaio, Goku riesce a sconfiggere Vegeta. Infestazione, il flagello dei Saiyaman. Vegeta e Nappa sono entrati in azione e anche qui qualcuno vuole cambiare la storia. Come insulto per i guerrieri riunitisi per sfidare i Saiyan, Nappa crea i Saibaiman. Il loro numero viene poi incrementato da una misteriosa aura malvagia che li rende ancora più pericolosi. Pattugliatore, terrestre, femmina. せっかく生き返ったのに残念だったな。うわあ！この巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。おっとだ！はめはめはー！てねー！やっけー！誰だ？俺たちの火星に来たのか。なかなかの使い手のようだが、やめておけ。向こうにいるあいつらのバカでかい木、わかるか？今があれを相手にするんだぜ。そうだ、こんな雑魚と戦って終わりじゃないんだぞ。放っておけ。どうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても結果は同じだ。戦いたいと言うなら好きにしろ。雑魚が一匹増えたところでどうってことねえか。せいぜい俺たちを楽しませてくれよ。この歴史の栽培マンは強さだけでなく数まで増えているようです。とにかく栽培マンの数を減らしてください。やけにいい土だ。この栽培マン強いぞ。君の悪い奴らだな。そらそら、頑張れ。こいつら結構できるぜ。この後にサイヤ人どもも控えてるって。天津飯さんたちと引き離されました。このまま全員やられてしまいます。急いでください。
ヤムチャさん、ジャオズ、天津飯まで。悟空、早く来てくれ。大丈夫です。悔しいです。なんとかここまでは歴史通り。情けねえ栽培マンだ。相打ちとはよ。あんなクズども相手に何やってやがんだ。おい、汚いから片付けておけよ、このボロクズを。知ったね。あ、この色は栽培マンは緑のはずじゃ。おいおい、天然マンや人工マンまで混じってやがるぞ。そりゃいい、どこまでできるか見ものだな。俺たちの出番がなくなっちまうからな。まったく大したやつだぜお前は。 Continuiamo. L'arrivo dei guerrieri Saiyan. Yamcha, Tenshin e Jiaozi sono morti lottando contro i Saiyaman. Piccolo ha distrutto questi ultimi e ora Nappa, potenziato dall'aura malvagia, è pronto a combattere. Per proteggere la storia, devi difendere Gohan e gli altri fino all'arrivo di Goku. いよいよ本番ってわけだ。さて、どの位置から片付けてやるかな。油断しないでください。ナッパの体からも、じゃ。死ねえ。うわ、ああ、うわ。順番が変わっちまったか。まあいい、どっちにしても同じことだ。強すぎる、 あまりにも強すぎる。悟空さんが来るまでなんとか時間を稼がなければなりません。クリリンさんとご飯さんは絶対に守りきってください。クリリンもゴハンも離れてくれ。あとはオラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。ナッパめ手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがった、カカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろう。カロット、天津飯、ヤムチャ、ジャオズ、そして神様も。戦闘力はどんどん上がってやがる。ウサンズアク、ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。くそー、お前の限界か。俺は名門でのエリート戦士だ。貴様のような得体の知らない奴に舐められてたまるか。すげえ、本当にすげえぞ。この二人なら勝てる、勝てるぞ。やれやがったか。硬いやつだ。父さん、邪悪な気に包まれて、あれはもう別人だ。ベジータもパワーアップしています。頑張ってください。許さんぞ。
ギャリックホーン。何？ヨンベだ！うわあ！これも俺の指導の賜物。Potere per 10: la trasformazione di Vegeta. Anche Piccolo ha perso la vita nello scontro con Nappa. Goku è finalmente arrivato, ma Vegeta è più potente di lui per via dell'energia malvagia. Inoltre, si è tramutato in grande scimmia e lo scontro sembra ormai deciso. してぶっ潰してやる！なんだ？はじけて戻れ！そんな。どうだ？これで貴様らはもう終わりだ！大猿の化け物、いいことを教えてやろう。大猿になったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。そうか、やっと分かったぞ。じっちゃんを踏みつぶして殺したのも、武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも、このオラだったんか。これが大猿、こんなに大きいとは。でもあなたの力なら倒せるはずです。俺たちも行くぞ。はい。あいつ大猿になってやがるなんて。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ごはん、あいつの尻尾を切るぞ。はい。おめえたち尻尾を切るのはクリリンさんたちに任せましょう。クリリンさんとごはんさんを守って戦ってください。大したやつだぜ、お前は。 Orgoglio del principe. Battaglia al limite. Con il terrificante potere della grande scimmia, Vegeta mette alle strette Goku. Grazie all'intervento di Krillin, però, si ritrova senza coda e torna nella sua forma normale.
Ora ha inizio lo scontro finale tra Goku e Vegeta.大したやつだぜ、お前は。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの書も。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうし、このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。あっ、こらトーキー、ちょっとどこに止まってるのよ。トートー、何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。ちょっと待ちなさいよ。とても偉いお方なんです。これでもまったく、もう。あの時の海王神様。ごめんごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。よろしくね。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦いいい感じだったわよ君たち。ありがとうございます。ですが原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な木を放つ二人組が時間を移動して
いろんな歴史、何を企んでいるのかわからないけど、嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。Anche questo video è giunto al termine, grazie di essere rimasti con me e noi ci rivediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao ragazzi!